9月3日4日朝11時から恵比寿ガーデンプレイスで台湾祭りが行われます。台湾といえば美味しい屋台料理が有名ですが、台湾祭りでもとびっきりの台湾グルメ召し上がれます。台南タンツー麺にルーローハン、焼きビーフン、牛肉麺に腸詰め、マンゴーかき氷や練乳をふわふわに凍らせたシェーファーピンなど盛りだくさん。台湾ビールや紹興酒もご用意しています。また食べ物のブースだけではなく、足つぼマッサージや台湾への旅行の情報がゲットできるところもございます。会場中央にはステージが設けられ、中国獅子舞や少数民族の踊り、そして伝音三大師という台湾独特のパフォーマンスもご覧いただけます。さらにアンケートにお答えいただくと、抽選で台湾パッケージツアーペア招待券や台湾との往復航空券が当たる抽選会もございます。9月3日4日は恵比寿ガーデンプレイス台湾祭りへぜひお越しください。